高村務は、日本の政治家。元衆議院議員。山口県山口市生まれ。山口市立白石小学校。山口大学教育学部付属山口中学校。山口県立山口高等学校。慶応義塾大学法学部政治学科卒業。大学卒業後、日本生命保険総合会社。メルルリンチ日本証券勤務を経て、民主党参議院議員。 鈴木博史の秘書を務める。2005年から北京大学国際関係学院、同大学院に留学し、修士号を取得する。2007年6月、直期選挙に山口一区から民主党公認で立候補する意向を表明。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、小選挙区で自由民主党現職の河村雅彦に、 敗れるが重複立候補していた比例中国ブロックで復活し、初当選。2012年6月、衆議院議員を辞職し、山口県知事選挙に民主党を離党して、無所属で出馬する意向を表明。自民党、公明党の両党県連の推薦を受けいち早く、山口県知事選への立候補を表明した山本茂太郎に対し、 民主党山口県支部連合会が5月の時点で独自候補の擁立を断念したことに豪意を煮やし、保守系の元法不試議に出馬を打診され、県民に選択肢を示すとして出馬を決意したものだった。2012年6月27日、民主党に離党届を提出、同年7月3日に離党が承認され、同年7月10日に、 衆議院議長に対し議員辞職願いを提出し、許可された。選挙戦では、脱規制政党を掲げ、基金創設による産業再生を軸に、民主党の政策と異なる、独自色の強い政策を掲げるも、脱原発を旗印に、同じく政党の支援を受けずに立候補した、飯田哲也に無党派層や一部の民主党支持層を食われる結果となり、埋没。 55,418票を獲得するも、山本、飯田に次ぐ3位で落選した。2014年1月29日、山口県庁の県政記者クラブにおいて、山本の病気辞職に伴う山口県知事選挙への出馬を表明。一時は、前回知事選に出馬した飯田との共闘を見据え、上野関原子力発電所の新設反対を掲げて、 独自色を打ち出したが、指示が広がらず落選した。2014年11月に、翌月の第47回衆議院議員総選挙に、山口1区から維新の党の公認で立候補することが発表されたが、落選。2015年10月の維新の党分裂に際しては、新党結成を目指す大阪系議員らが、維新の党の回答を議決した10月24日の、 臨時党大会に出席したと報じられた。2016年2月9日に大阪維新の会衆院東京四区支部長就任が発表されたが12月13日に支部長を辞退したことが発表された。ありがとうございます。